女子力ステップアップバラエティビューティーパークプレゼンツレギュラーのお楽しみ会よいしょさあ始まりましたレギュラーのお楽しみ会でございます。司会のレギュラー西川です。よろしくお願いします。さあこの番組は日本最大級の美容室ヘアサロン検索サイトビューティーパークさん提供、女子力が上がる企画が盛りだくさんの番組でございます。今週も女子力を上げていきましょう。そうですね。さあそして本日のゲスト最多出演もう3回目でございます、はい、平松ちゃんです。よろしくお願いします。平松ちゃんです。ほんまごめんな、毎日来てもらってるね。すごい、もうめっちゃ顔見知りな感じ。なんか、うん、もうなんか、はい、もう下の名前で呼べそうやわ。ありがとうございます。なんかかなかなじゃなくてかなって呼べそうやな。気軽に呼べそうやな。はい、いや本当にどうですか、この番組3回来ていただいてますけども、はい、まあ、こんだけでも来てもらってるということは楽しんでもらってるっていうことですよね。いやでもいや言ってるやん、もう手から入ってるやんか。じゃあ前回のロケ行ったんですけど、あ松本君とね、そのロケも頑張ってくれてたやんか。すごい頑張りました、体張って。 ありがとう、見た見た俺、はい、僕は行ってないから、うん、オンエア見させてもらいますけど、すごい頑張ってくれた、はい、頑張りました、ね、ちょっとあの足のアングルはちょっとこうセクシーやったね、はい、そうですね。しかもむくんでるってすごいいっぱい言われてあれから結構マッサージするようになりました。あ一応反省はしたんや。反省しました、はい。あいやもうロケも行っていただいて、スタジオも毎月来ていただいて、そうそうそう、もうフル稼働ですよ。ありがとうございます。でこのねビューティーパークさんついてもらって一発目も平松ちゃんでしたから。そうなんですよ、いやほんまそう、ちょっと背負わせすぎちゃうか、はい、平松ちゃんには。ありがとうございます。全てを託しすぎやで、ね、平松ちゃんに申し訳ないですよ本当に。なんか反響とかありますかこのビューティーパーク。そうですね、結構ファンの方が見てくれたみたいで。あ嬉しい、はい、毎回その男性が多いんですけど、はい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 、すごい女性のことを知った気持ちになって嬉しいです。おおええー、やん、はい、まさに。あこれやっぱりね、平松ちゃんもねより綺麗になっていってますからね。そうですね、そうですね言うてもいやもう3回目やしさ、ちょっともう友達みたいな感覚で喋るけど、はい、なんかそうなんか浮いた話ないのなんかもう雑に聞くけど、浮いた話というのは。いやなんかそうこう平松さんのプライベートあんまこうだって我々こうやって仕事でしか会わないじゃないですか、はい、で言ってもまあインスタグラムとか見させてもらったりツイッターとかね、うん、ファンの方見ますけど、うん、こう普段はそういうなんか、あハロウィンパーティーしたしてないんですよ。あしてないの、はい、まだあの上京して半年しか経ってないので、あのそういう友達がいない、そういうコミュニティがまだできてない。コミュニティができてないし、なんかその名古屋はこういうところでこういうイベントがあるって分かってたんですけど、はいはいはい、なんか東京って広いじゃないですか。広い、まあ、西麻布行ったら何もでもやってるよ、そんな西麻布行ったら。え、そういうね、芸能人のパハロウィンみたいなのは出たくないんですよ。あ、そうな、はい、なんで、なんでなん。え、変な1回ぐらい行ってもええんちゃう、別に。怖いです。怖い、怖い、怖い、怒られそう。誰に怒られんねんな。事務所の人。リアルな話ね。怒られるでしょ。せやな、怒られるわな、はい。だからやるなら女子会みたいな感じで、仲いいその友達とかとパセラとかでやりたい。かわいい。カラオケボックスね。行われてるでしょ。あるよな。確かにな。うん、そうか、ハロウィンパーティーもせずで。そうそう。そうですね、まだしてません。そうですか。パセラの話なんですけど、うん、どこで広げんの。いや、いや、もちろんそれは経済されてますよね、ビューティーパークさんにパセラさん。持ってないんですか。持ってないですか。ないと思いますけど、そのね、ハロウィンの話になりましたけど、もうこの前行ったんですよ、パセラに。ほんでやっぱハロウィンの格好してる人が多いんですよね。多いよ、店員さんとかもやってますからね。そうそう、店員さんもやってたりね。でもそういう女子会みたいなのがやってたり、コンパみたいなもうハロウィンの格好でやってんのよ。やってる、やってる。ほんで、こう、だからバンドマンみたいな格好して、ロックバンドみたいな感じの人が、はいはい、トイレ前で溜まってるのよ。わ、怖い、怖いな。そう、ほんで、何やこれハロウィンパーティーやそのロックバンドのなんか真似してと思って、ほんで、2時間経ってトイレ行った時にまだそこで溜まってる、溜まってんのよ。ほんで、よう話聞いてたら、俺ボーカルのことをほんまに納得できへんねんみたいな感じで諭してんねん。ほう。で、またちょっとよく聞いてたら、これマジでバンド解散のほんまの話だ。ハロウィンとかじゃなくてやべ。コスプレするわけじゃないね、仮装じゃなかったやん。でもほんまバンドマンの格好やねん。ほう。もうドラムの人はドラムっぽい、もう
ザ・ドラムの感じやし、いわゆるなんかこうスカ、あ、革ジャンみたいな感じの、それをトイレ前でトイレ前でやってんねん。だから俺一瞬パッと入ってきた時は、あ、これはもうなんかロックバンドの仮装やなっていう感じ。ボーカルもほんまにこう髪が長くて分かりやすい、うん、なるほど。そう、それがほんまのバンド解散の、いや分かるよ、ドッキリかけられてるかもしれない、普通にかもしれんな、ひょっとすれば、うん、でも多分そうやと本物やと思う。なるほど、うん、いや面白いですよね、うん、びっくりした。で平和ちゃん、なんか聞きたいな、そういうこともあるけどないって言って絶対ないや、あれやん、もうすぐクリスマスやん、平和ちゃん。クリスマスな、確かにもうそっちのモードに切り替わってる人もいますよね。切り替わってるやん、もう11月ですから、うん、聞いちゃう。クリスマス誰と過ごすんや、平和ちゃんは。今んとこ決まってないですね、柴田かな柴咲ちゃんか、はい、ハロウィンも柴田と過ごすんです。楽しないの、柴ちゃんと過ごしてるいや楽しいですよ、あの子楽しい、楽しい、それね、同性ならでの楽しさはあると思います、もちろんね、うん、友達やるけど、やっぱりそこはもう異性とね、いや過ごしたいです。私クリスマスとかを男の人と過ごしたことがないです。はい、え、今まで過去ないの、学生時代とか。ないっす、ナイスあ、そうなん。本当にイベントごとの時にその好きな子と過ごせたことないです。それは付き合ってる、まあ、例えば学生、うん、中学とか高校の時に、まあ、彼氏が学生時代は SKE だったんで、もちろん。そうか、もう学生時代の時に。そうか、名古屋で。あ、できへんわな。できないし、卒業してからもは今恋愛禁止じゃないんですけど、ないです、今のところ。うわこれはでも、はい、まだ21、2、今2で22、はい、これちょっとクリスマス企画でこれフル稼働の可能性ねえ、クリスマス、そうですね、まあ、疑似っていう感じになりますけどね。そうですね、疑似体験じゃないですけど、クリスマスこうやって祝うんだ的なのをちょっと体験して、うん、でちょっとサプライズで柴田ちゃんに登場していただいて、ね、ちょっとお涙の。そうね、あ、そうなんや。え、まずだからその一回こう、ほんまの聖夜みたいなのが過ごしたことがないってことね。聖夜どういうことですか。聖なる夜やんか、だって。いや、ないですね。そうやろ、はい、だから夜景見に行ってとか、そう、うん、2人でなんかこうケンタッキー食べてとか、はい、ケーキ食べてプレゼント交換してみたいなのはないね、うん、え、憧れますやりたいですよ、クリスマス企画なんかね、なんかね、ぜひとも、こっちでなんかあればフル稼働していただきたいと思いますんで、うん、そのとこは漁協、それまでにまず恋人作ってきます。ってなったらもう公開になる。そうやね。今の話してたらもう彼氏もあかんやん、そら。確かに、うん。僕らは全然いいですけど、平松さんしたいやろ、それは。ね、はい、じゃあもうその辺も含めてね、はい、あと1時間よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まずはこのコーナーに行きたいと思います。うん、松本くん、コーナータイトルお願いします。女性の素顔探りたい。よいしょ。さあ、このコーナーはゲストが一体どんな女性なのかっていうのをね、うん、探っていきたいと思いますけども、言ってもね、あの平松はもう3回目やから、うん、写真ももうないやろうし、うん、ということで、はい、ちょっと急遽内容を変えましょう、またとこお願いします。え、平松ちゃんの私物探りたい。やったー、嘘やったね、勝手に電波少年並みに叫んだね。本当ですか、あの頃の松村さんみたいにバッタ、あれあれ、なんか通りで写真言われないなと思ってたんですよ。そりゃもうそんな、もう見飽きた、平松の写真。確かに、もう冷蔵庫きれいにしてきたのに。それはしときいいや、我々に合わせる必要ないや、うん、ということで、はい、今回は平松の私物を我々が勝手にチェックしようということでございますんで、はい、やだ、で早速行きましょうよ。いやです、だからもう3回も来てもらってるから、どうやって女子力上がってるかチェックしに行きましょう、もう行きましょう、行きましょう。こんなことってあるんですね。ごめん、行くよ。確かにアダル関係隊だ、関係しよう。